沼津港の千本市かもめ丸のおかみのあつこママです。本日もお越しいただきましてありがとうございます。今日はですね、ちょっと雰囲気いつもと違うでしょ。今日は千本市の姉妹店のかもめ丸にいます。千本市ビルの1階にかもめ丸というこういった宵みたいな感じで座敷席があるんですが、そこのご紹介なんですが、実はね、先日アドマチックテレビさんでかつてかもめ丸を放送していただいたんですが、もう一度再度再編集して放送していただいたんですね。それでちょっと皆さんが、うんうん、かもめ丸映ってたじゃんって言って結構話題になったんで、ちょっとこの機会にご紹介改めてしようと思いまして今日来ました。で、そのアドマチックテレビさんでご紹介いただいたのがこの沼津の三色丼といいまして、下がアジの干物の炊き込みご飯、アジの干物を焼いてほぐしてオリジナルで作ったアジの干物の炊き込みご飯の上に駿河湾の代表という生桜エビ、生しらす、アジのたたきが乗ったこの絶品丼ぶり、これを紹介していただいて、もうこれは元祖沼津丼なんでぜひ一押しなんですが、今日はですね、まださらにかもめ丸といったらぜひこれ沼津伊豆丼、はいはい、これは、これはですね、やはりさっきと一緒で三色丼と一緒でアジの干物の炊き込みご飯のベースは一緒なんですよ。ただ上の海鮮を自分の好きなものを選べるんですね、うん、釜揚げしらすでしたりアジのたたき、サーモン、バラチラシ、サバメンチカツ、いろんな、ね、組み合わせがある、ね、そうで、ネギトロイクラとかウニイクラとかウニ丼とかこう選べるんですよ、上を、うん、で選べた上にあったかいだし汁がついてくるの、うん、でこれは3分の2食べたら残りわずかになった時にこのだし汁をかけて、そうするとこのだしも美味しいし、アジの干物の炊き込みご飯のうまみとこう磯のりとか乗っちゃってるから、うん、めちゃくちゃうまい、飛び込むね、飛び込むあるし、これをねぜひね今日堪能して、でプラスおすすめとしてさらにたっぷり釜揚げしらすと葉ネギのサラダっていうのも大好評で、リコさんも好きだよね、めっちゃ美味しい、美味しいよね、めっちゃ美味しい、ね、これもぜひ食べてみて、あとね、サザエのかき揚げ、ああ美味しいね、満喫したいと思います。実は千本市であつこママが企画したラブライブサンシャインさんの公式コラボでフラッピーを3つ今この期間限定で提供させていただいてるんですね。あ、そこ期間限定なの。そうなんですよ、来年は多分ないので、うん、もう今年多分限定か、寒くなる直前までとかなんですが、はいはいはい、3つあって、カンカンみかんフラッペ、はいはい、そして、ダイヤちゃんフラッペ、ルビーフラッペ、3つがあるんで、これをぜひこの食後に堪能したいと思いますので最後まで見てくださいね。ではじゃーん、見て、まずサザエのかき揚げ、これ見て、この見るからにサクサク感と磯の香りが香ってきそうな、いいですね。そして次こっち見て、このボリューミーなたっぷり釜揚げしらすと葉ネギのサラダですね。あんま期待しないんだけど、うん、最初、みんなね、けどこんな美味しいのみたいになる。で最後なごま油をシュッてかけたりとかして、ちょっとしたテクニックがいろいろあるらしくて、うんうん、まずサラダいきますか。で下にキャベツもあるんですよ。でこの葉ネギがこう長いから、ね、えぐみがあって美味しいんですよね。ではいただきます。よし、いただきます。うん、これうん、なんかね、しょっぱさとドレッシングの相性が抜群なんだよね。あ、確かに、さっぱりしてて、そうやっぱ夏にぴったり。あ、いいね、確かに。友達連れてきた時にさ、絶対頼むので、最初おおみたいな、確かにってなるんだけど、もうすぐになくなる、なくなっちゃう。これね、そうだから、一人で食べれる量じゃないと思いきや結構いけるんだよね、これね。さっぱりしてるからね、本当に。さっぱりしてるけど、美味しいんだよね。カモメね、この雰囲気の中で、このいろりの、確かに。この雰囲気、これも一緒。この雰囲気の中で食べるのも、絶品なんだよね。こんな雰囲気のある店さ、こんな感じのね、
あんまないよね。そう、本当にだから専門室本当雰囲気が違って、ここもいいんだよね。そして次、リコさん。はい。サザエのかき揚げ、ちょっと音をね拾ってね。ああ、なるほど。いきますよ。サクッ。あー、美味しそう。この音ね。レモン絞って、塩をね、サザエのかき揚げはお塩がいいですね。ああ、そうだね。だから、あの天つゆとかついてきてないので、これで食べてください。では、いただきます。うーん、おいしい。この磯の風味がね、口の中にふわーって広がって、すっごい美味しいね。めっちゃくちゃ美味しい。本当さ、あの磯の香りって感じだよね。本当にね、この後丼ぶり食べるじゃないですか、磯の、はいはいはい、その前の前菜としてもパーフェクト。ああ、そうだね。こう、こう爽やかなものを2つ食べて、伊豆丼でドーンって感動を味わって、この流れ最高で、次ちょっと伊豆丼いきます。はい。じゃーん、見て、これ沼津伊豆丼のマグロとサーモン、そして釜揚げしらすと磯のりととびっこ。きらめきがすごくないですか。新鮮さがわかるよね、うん、キラキラしてる。で、やっぱりこうだし汁とお味噌汁がついてるんですね。で、こっち見て、リコさん、もうウニ、イクラ、このきらめきが、宝石がすごいね。キラキラで、ね、すごいよね。じゃあちょっとまずね、こっちのサーモンとマグロ食べたいと思いますよ。ちょっとリコさんに悪いんですが、先に食べさせてもらいます。すいません。ごめんね、リコさん。で、磯のりをね、最後茶漬けにするので、全部食べないである程度ね、残していただいて、下にアジの干物の炊き込みご飯がこう、あるわけですよ。はいはい、これと一緒に、いただきまーす。最高。え、こんな美味しかったっけってぐらいし、めちゃくちゃ美味しいよ、リコさん。そりゃね、うん、あの、もともとアジの干物の炊き込みご飯でめちゃくちゃ美味しいのに、うんうん、めちゃくちゃ新鮮なマグロとサーモンでね、本当にこの、あの、とびっこのちっちゃなつぶつぶ感が、食感もいいし、甘みと、もう駿河湾のその新鮮なうまみがたっぷりで、感動。なんかさ、刺身とさ、うん、炊き込みご飯って合うの、うん、みたいなって思うかもしれないけど、うんうん、合うんだよね。合う、本当に美味しい。これは味わった、普通白いご飯で食べたことある方、もう酢飯とか ねあると思うんですけど、もう全然違うから、うん、深みが全然違 う、うんうんうん、めちゃくちゃうまい。で、後でちょっと出汁汁かけて茶漬けとして食べるんですけど、ちょっと今度ウニいくらいきますよ。はい。うーわー、もうなんかいっぱい乗せたくなっちゃう、これ。では、いただきます。海に感謝。やっぱ祈り捧げてんじゃんって思った。海にもう海に感謝。こんなに美味しい新鮮なものを本当にありがとうございます。もうとろっけるよ。ウニの甘みとイクラの塩加減のプチプチ感がズワーって口の中で大波でくる。最高に美味しい、これ。じゃあですね、残りがわずかになったので、もうちょっとね残ってても大丈夫なんですが、これに温かいだし汁かけますね。いきます。こういう感じでね、このだしも美味しいのでね、これをいただきます。優しくて美味しい。またね、ちょっとこの磯のり入れてるから、うん、本当に美味しい。優しいよね。うん、これね、来た甲斐がある。
こんなに美味しいの、うん、でね、本当毎回言うけど千本一かもめ丸グループの味噌汁美味しいんですよ、うん、でそして次はウニイクラの、こちら最後茶漬けの段階ですね。これに、温かいだし汁かけます。こうやってかけて、はい、これで、あ、だし汁のいい匂いする。あ、するでしょ、うん、ちょっと今日撮影用でお椀を使ってるんですが、皆さんは丼を召し上がって残りが3分の1になったらこのだし汁をかけてください。じゃあいきます。うわ、もうね、あ、美味しそう。茶漬けになってもキラキラしてる。すごい。いただきます。ちょっと、美味しすぎなんですけど。いや、みんなね、一生に一度は絶対食べた方がいいと思う。これ本当に美味しい。本当に本当に美味しい、こんなに美味しい。いや、皆さんね、この伊豆丼はかもめ丸だけなので、うん、ぜひぜひ沼津港に来た際は千本一ビルの1階のかもめ丸でこの沼津伊豆丼で楽しんでください。最高に美味しかった。でですね、この後千本一の公式ラブライブフラッペをちょっとそれを食べに行きたいと思います。今度は千本一エレベーターで3階に上がって楽しみます。こちらが千本一のラブライブサンシャインの公式コラボフラッペ、こちら3種類です。こちらからカンカンみかんフラッペのちかちゃんのフラッペですね。千本一に本気ジュースっていうみかんのジュースがものすごく美味しいのがあるんですよ。それをどうしてもそれをベースに使いたくて、このちかたんの前に公式にしてもらって作りました。で、上にはレモングミとオレンジグミを置いて可愛さを、ちかちゃんの元気なイメージカラーで、ちかちゃんといえばみかんなので、その元気いっぱいなちかちゃんを応援するフラッペとして作りました。本気ジュース使ってんだね。そう、すっごい美味しいの。で、こちらが黒沢姉妹のダイヤフラッペとルビーフラッペですね。で、こちらね、ダイヤちゃんの方はダイヤちゃんといえばスクールアイドルが誰よりも大好きじゃないですか、はいはい、そのスクールアイドルを愛するその情熱の熱い思いをダイヤちゃんのイメージカラーの赤のいちごシロップでまず表しました、はいはい、で、上には、ダイヤちゃんの可愛さを出すためにいちごグミと、そしてお姉さまなのでちょっと皆様の栄養を考えてドライトマトも置いてちょっとアクセントにミントも置いてね、これがお姉さまです、はいはい、そしてですね、こちらがルビーちゃん、ルビーちゃんはダイヤさん、お姉さまのダイヤさんの支え合ってのルビーちゃんなので、ダイヤさんのいちごフラッペをベースにミルクを入れて、まさに黒沢姉妹なのね、妹としてのフラッペを作りました。そして、桃組を添えて可愛さを出してます。コンペイトー、そうそう、よくわかりました。コンペイトーが5個入っててすごい好評なんですよ、はい、ちょっと今日食べてみたいと思います。まずなんかサイズ感的にも良さそうだね。そうなんでしょ。っていうのが、私ほらラブライバーさん来たら手がいてればフィギュア置くじゃないですか、うんうんうん、ちょうどフィギュアにぴったりなんですよね。あ、確かに計算され尽くしたかのような。はい、ではカンカンみかんフラッペいただきます。お、サクッと。リコさん、やっぱ本気ジュース本気で美味しい。美味しい、濃厚、うん、やっぱ静岡みかん最高だね。うん、そうだね、まあ、みかんの産地でもあるんでね、この上のみかん組いただきますね、うん、違いますめちゃくちゃ美味しいんだけど、うん、でね、レモン組も食べますね。あ、酸っぱもう酸っぱくていいのも、うん、うん、ザ夏、うん、確かに美味しい、もう止まらない。あ、コンペイト、コンペイト、あ、全部入ってんだ、コンペイト。そう、全部5個ずつ入ってます。ん、あ、もういいよこれ、へえ、うん、あ、美味しい、最高、これ最高だわだわって言っちゃったはい、次はお姉様のダイヤフラッペ食べますよ。じゃあダイヤさん、いただきます。いちごフラッペです。リコさん、
これ見たなみたいな。デジャブ。いちごフラッペ最高。へー、うん、でいちごグミちょっと食べるよ。うん、グミ美味しい。お姉様がドライトのトマトを入れてくださったんで食べますね、ダイヤさん。ドライトマトって美味しい。これ本当にトマトかな。違ったらごめんね。違ったらここに違いましたって書く。あまりにも美味しくて。リコさん最高。ルビーちゃんは？ルビーちゃんいくよ。いただきます。お母さんって感じ。どういうこと？ルビーちゃんだから違う。お姉ちゃんって感じ。これお姉ちゃんなんて言うんだよ、優しさを感じる。ミルク入ってるからついガリガリガリってガリガリやっちゃった。ちょっと固まってきだしたんですよ。これね、フォロワーさんがコンプリートで3つ食べたの。うん、すごい、うん、いや食べれるこれ。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ美味しい。で、ママグミいきます。で、グミ美味しいね。グミって普段食べないから。うん、美味しい。やめられないかも。最高だね、本当に良かった。今回これ企画して、うん、いやー最高でした。 でも千本市コラボ丼もあるんですよ。ラブライブのダイヤ丼、ルビー丼、アクアチャラシで、それを食べてこの食後にこのフラッペっていうコースが絶対おすすめなんで、ぜひ皆さんエレベーターで3階千本市に来てください。楽しんでね。最後までご視聴の方ありがとうございました。私あつこママは皆様のご健康とお幸せとご無事をいつも心から祈っております。どうかご無事でお帰りください。お待ちしております。ではチャンネル登録、ツイッターのフォロー、インスタのフォローよろしくお願いいたします。また会う日まで。うん、でですね、ここでですね、ちょっとリコさんと変わります。リコさんにプレゼントがあるんですね。ずっとリコさんに私が荷物持ってた。何それ、ね、何それ、ね、ずっと言われてて、もう、うん、そんなでっかい、じゃ置いてきなよみたいな。そう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 、ここにダイヤちゃんのね、ちょっとバッグがあるんですよ。これをリコさんにプレゼントなんです。あ、それもなんだろうと思ってた。そうそう、カメラを交代しますね。リコさんどうぞ。ちょっとね、リコさんはね、わざわざ帰ってきてくださったんで、ちょっとねぎらいの意味を込めて。これ面白い。どこだ、牛や。え、なんでこれ。見せて見せて。なんと犬屋舎の傘。これは犬屋舎のカゴメの。すごい。すごい、内側にあるの。で、外側が真っ黒なの。え、すごい。かわいい。かわいいでしょ。嬉しい。この2人がセットでいるのはなんか幸せ。幸せでしょ。いやもうね、慌てて取り寄せて間に合ったんですよ。でこれずっと持ち歩いてたらね、今日リコさんに何その荷物置いてきなよってずっと言われてて、うんうんって私もごまかしながら、いいのいいのってなんか何がいいのって思ってたら、ですごい、わ嬉しい、ぜひ使ってください。で外側がレンジも出てくんだよね、犬屋舎が。せっかくせっかくこれで隠してたのに、隠してたのに閉じたらもう犬やしゃって丸見えっていう、丸見え。じゃまだまだありますよ。喜んでます。えすごー、犬やしゃの T シャツです。え、メンズの M？ 大きい、いい、大丈夫大丈夫。あともう一個、フォロワーの特急はやぶさライナーさんがリコさんにって言って千本市に持ってきてくれたの。中出して。そう、そう、リコちゃんの、かわいい、そう、リコちゃんのボトルです。リコさん、リコカメラマンさんにどうぞって、優しい優しい特急はやぶさライナーさんが、はやぶさライナーさんがそう持ってきてくれて、そう、優しいんだ。私には黒沢姉妹のボトルを1本ずつで、久しく会ってないけどね、またね、お会いできるとリコさんいいんですけど、本当にいい方で助かるんですよ。超、ね、欲しかった。あ、よかった、すごい嬉しい。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じでね、今日もサプライズしちゃいました。じゃあねー。